サッカーイングランドプレミアリーグのアーセナルに所属するメスト・エジル選手がウイグル自治区での民族弾圧について SNS で批判したみたいだね。これはとても勇気ある行動だと思う。少し前では一般のウイグル人の女性が民族弾圧の件を SNS に上げたら SNS アカウントが削除されてるでしょ。そんな中、こんなにも有名な選手が問題定義してくれたことはとても影響が大きいと思う。影響が大きいというか、すでにエジル選手に対し中国のサッカーファンが主権の侵害だ、エジルを追放するまで試合は見ないなどと反発が起きてて、国営中央テレビ CCTV は16日未明に放送予定だったアーセナルの試合中継を別の試合に差し替えたみたいだからね。また中国サッカー協会も一部メディアに極めて大きな憤りと失望を表明したみたい。でもウイグル問題ってどう考えても世界が注目する問題だよね。だからこそ非難の声が出て当然だと思うんだよ。現にアメリカはウイグル人権法案を可決してるし、世界各国でも中国への批判の声が広がりつつあるんだよね。でもそんな中、日本は情けなくて話したくもないよ。エジル選手が今回声を上げたことで、もしかすると後に続く人もたくさん出てくるかもしれない。そしてその声はどんどん大きくなっていくような気もするよ。しかし日本の政治家もマスコミもこの件にはほとんど触れない。一体何なんだろうこれ。不気味じゃない？